災害上昇現在4番手から3番手、3番手からは5番の長尾が踏んでいます。前9番花村若干突っ張りますが一旦引いていく。抑えて6番浅井が先頭、2番と2番の橋本、そして3番と並走ですが、ここ5番長尾が3番とキープ、打者を迎えます。インコース9番花村ですが後方7番手まで引いています。流して6番浅井が先頭、3番手5番の長尾、さあここで3番手5番長尾が踏み込んで4コーナーから直線コースへ行きました。一気にできて5番長尾が先行勝負、2番と7番藤縄、1番宮越が3番手、3番阿部4番手、最終回の1コーナーから2コーナーです。そして5番と並んでいきますが、インコース6番浅井は交代です。さあ先頭かました5番長尾博之、これ2番手絶好位置が7番藤縄陽介、1番宮越圭介3番手、3番阿部良二4番手、5番手9番花村踏んで直線コース、先頭5番長尾、番手から7番の藤田は、7番藤田はが追い込んできて合理。2着争い5番長尾、9番花村接戦です。から上昇現在3番手から2番手あたり。さて7番奈良原ですが、一旦打ち3番太田武史を封じ込んでいます。しかし前8番の増成が突っ張っていく。8番増成が突っ張って3番と7番奈良原ですが、今度は6番手3番太田がスパート、レースは打者を迎えます。さあ鐘を聞いて8番の増成が突っ張りました。そして3番の太田ですが一旦4番手に割って入った。1番薄井が迎え入れて4コーナーから直線コースへ向きました。前は後ろを見ながら流しています。8番増成富夫、そしてこの2番手が2番の桜井健、7番奈良原3番手、後ろスルスルっと9番の四本、現在4番手になった。3番の太田ですが現在6番手に交代して2コーナーから最終バック、今度は3番手7番奈良原がまくっていく。逃げる8番増成をまくって7番奈良原が先頭、このマーク9番の四本、そして5番西村3番手、4コーナーから直線まくって7番奈良原雄介、このマーク9番四本深夜ですが並んで合流、7番奈良原か。残り2周回、吉田がすっと上昇現在3番手、内2番吉川を抑え込んでいます。そして前4番鈴木が突っ張っていくのかどうか。さあ4番鈴木が若干突っ張る気配を見せますが、アウトコースをここで8番吉田が上昇、4番鈴木が下げそうだ、レースは打者を迎えます。抑えて8番の吉田が先頭ですが、今度はこのアウト2番の吉川がスパート、前8番の吉田が突っ張る、8番吉田、2番吉川踏み合いますが、アウトコース2番吉川ができて、レースはこれから最終周回です。できて2番吉川先頭、コロマーク、5番の高田、9番橋本が3番手、後ろ3番南が切り替えて、2コーナーから最終バック、今度は7番手、4番鈴木がまくっていった。さあ鈴木がまくり上げて、現在5番手から4番手、逃げる2番吉川、番手に5番の高田、まくる4番鈴木、現在を3番手から2番手ですが、これを5番の高田がさばいて直線コース、今度は2番手から5番の高田、9番の橋本も突っ込んできて合輪です。5番9番番の方へ、中段からは7番吉武が踏んでいます。前4番平川、ここは一旦すんなりと送り出していく。抑えて7番吉武が先頭、そして4番手が8番大俊と4番平川並んでいきますが、アウト8番大俊が強引に踏んでいく。しかし一旦4番手に割って入った、打者を迎えます。前からペースアップ、7番吉武、そして中段取り合う格好ですが、8番の大俊が4番手を待っています。このインコース4番平川で、レースはこれから最終周回、アウト並走から強引に8番大俊が踏んでいった。さあ逃げる7番の吉武ですが、これを強引に踏んでいく8番大俊公平、8番大俊、7番吉武が踏み合いますが、インコース7番吉武、アウト8番大俊、もがき合いが続いて最終バック。さあ先頭もがき合っています。インが7番吉武、アウト8番大俊ですが、今度はこの後ろ4番平川踏んでいくも3番手苦しくなった。4コーナーから直線、今度は切り替えて2番の渡辺公平突っ込んできた。2番の渡辺、9番加藤で合流、あとは1番篠宮か。中ブライン、残り2周を迎えて、中段から6番矢田、後方から7番水谷が踏んでいます。
前8番柳原が一旦すんなりと引いていく。抑えて6番柳川先頭、2番手に5番の内山、この内を8番柳原がバックを踏んでいます。変わったウトを7番水谷がスパートを打者を迎えます。さあ、これで飛び出して7番水谷が先頭、番手2番の古田、そして9番山田が3番手、6番矢田が引いて4番手、8番柳原、後方7番手になって、レースはこれから最終周回です。先頭先行勝負、7番水谷昌司。この2番手が2番古田義明、9番山田明久が3番手、6番矢田進む、中段4番手を待って、2コーナーから最終バック、今度は7番手、8番柳原バックっていった、4番手から6番矢田が踏んでいく、これを持っていった、2番の古田で最終3コーナーから4コーナーです。さあ、粘る7番の水谷、まくる6番矢田でしたが、2番古田が阻んで直線コース。番手から2番の古田に先頭変わるか、中尾9番山田、しかし内7番水谷が押し切ったか。残り2周赤番の方へ、前はまだ5番の三井が待っています。そしてこの2番手、現在因果2番の吉岡、アウトを1番なりが、さて7番佐川の後ろが並走になっています。そして院町から飛びつき狙う5番の三井武ですが、依然として5番の三井が先頭を打者を迎えます。さあ、鐘を聞いてここで2番手7番佐川がスパート、このマーク1番ありが回っていきますが、院町から5番の三井、さあ5番三井が突っ張っていく、アウトコース強引に7番佐川踏み上げますが、1番ありが離れて、さあ7番佐川一旦2番手にはまった、結局5番の三井が突っ張って逃げる形になっています。5番の三井が逃げて、この2番手から7番佐川、後ろ2番の吉岡ですが、さあ1番兄が現在4番手で最終バック、先頭を逃げる7番佐川翔吾、2番手が2番吉岡寿、そして1番有賀隆が3番手、4コーナーから直線、先頭7番佐川翔吾、2番手から2番の吉岡ですが、佐川先頭でゴールイン、7番2番1番です。続きますが、まずは後方8番武田が上昇、一気に前1番富雄を叩いています。内1番富雄がすんなりと引いていく。そして3番木村が切り替えて、1番富雄強平下がって後方5番手、もう一度縦1列となっています。流しで8番武田が先頭、一本棒を打者を迎えます。8番武田和也先頭、2番手4番川村、6番国武3番手、3番木村、7番鈴木が追走して、1番富雄後方6番手、レースはこれから最終周回を迎えます。さあ、前からぐっとペースアップ、8番武田和也の先行勝負、この2番手4番川村明則がつけて、6番国武浩二が3番手、3番木村4番手、最終回の2コーナーからバックセッチ、さあ後方をまくっていけるかどうか、1番富雄強平ですが、前を飛ばす8番武田和也、この2番手が4番川村、6番国武が3番手、まくる1番富雄、現在3番手直線コース、8番武田が先頭を粘りますが、まくった1番富雄、富雄先頭でゴールイン、道明から総2番山田が突っ込んだか。5番のキーが一気の上昇、現在3番手から2番手、さらに前へと上げています。銀町3番松村が引いていきそうな感じ、抑えて5番のキー先頭、2番手が2番の近藤です。そしてこのインコース3番松村が引いて番手飛びついていくのかどうか。さて、現在2番手を並んでいきますが、5番キー先頭を打者を迎えます。抑えて5番のキー先頭、番手無風で2番の近藤、6番森下が3番手、3番松村引いて中段ですが、今度は後方9番下沖かましていった、前5番のキーが突っ張る、さあ5番キー9番下沖ですが、できて9番下沖が先頭、このマーク1番八代、3番と離れて5番のキーが追っています。最終周回1コーナーから2コーナーです。逃げる9番下沖浩二ですが、3番手から5番のキーがまくり返した、さあキーまくって現在2番手、逃げる9番の下沖、これを強引まくる5番のキー、9番下沖と5番キーが並んで4コーナーから直線コースへ向いてきます。今度はインコース1番八代が突っ込んできた、外からは2番の近藤を伸ばす、1番の八代、1番2番3番接戦です。
残り2周を迎えて7番土屋が上昇して前3番フワを抑えています。3番フワが一旦引いていきそうな感じ。抑えて7番土屋が先頭頃2番と2番の阿部、そして1番箱田の方はすでに後方まで引いています。7番土屋が抑えて先頭を打者を迎えます。抑えて7番土屋が先頭番手2番の阿部、9番浦川3番手、4番新井4番手、このインコースを3番フワ並走です。1番箱田は後方8番手になってレースはこれから最終周回。先頭先行勝負7番土屋ですが、さあ8番手早みまくっていった1番箱田勇気、箱田がまくり上げますが現在5番手から4番手、2コーナーから最終バック、逃げる7番土屋、2番手が2番の阿部、さあ今度は中段から3番フワまくっていった、これを持っていく2番の阿部ですが、さあ3番フワがまくり切れるか、後ろ1番箱田がついて直線コース、まくって3番フワ正人が先頭、1着争い1番箱田で合流、3番1番2番か。3番手から6番星名、そして5番手から1番桑原、さあ早くも前をかわして誘導をかわして6番星名が先頭、そして1番桑原が一旦3番手に引いていきますが、コラウト2番の鈴木が一気のスタート、さあ2番の鈴木が先頭に立ってレースは打者を迎えます。彼で飛び出して2番の鈴木が先頭、番頭7番磯田、8番泉田が3番手、これインコース6番星名が引いてアウトを1番桑原、後方4番中村かまして最終周回、さあ前流す2番の鈴木健太郎ですがアウトコースをフルダッシュ、4番中村、4番中村ここでできた、そしてこのマーク9は三谷がつける、3番手離れて2番の鈴木が追走で2コーナーから最終バック、先頭かましが決まった4番中村和正です。この2番と追いついた9番三谷誠司、あとは離れて2番の鈴木健太郎、4コーナーから直線コースへ向きました。先頭4番中村、このマーク9番三谷、9番三谷が番手差し切って合流、9番4番7番です。2周回です。3番手しきりに後ろの動きを見ています4番竹内ですが、ここで後方6番石塚から一気の上昇、前4番の竹内、そして7番の鈴木ですが、アウトコースフルダッシュ、6番石塚ができていく、そしてこのインコース4番竹内が一旦中段に引いてレースは打者を迎えます。一旦ピッチを緩めて6番石塚先頭、番手1番柴崎がつけて5番の林が3番手、4番竹内が4番手からもう一度踏み上げて4コーナーから直線コースへ向きました。さあ前からグッドペースアップ6番石塚ですが、後方から7番鈴木がまくっていった、鈴木まくり上げますがこのマーク3番岡は離れています。さあ7番の鈴木が短期でまくって現在3番手から2番手、番手引きつける1番柴崎で最終バック、逃げる6番の石塚、2番手が1番柴崎、3番手が5番の林直人、後ろがもつれて4コーナーから直線、セット6番の石塚、番手から1番の柴崎、5番の林直人を突っ込みますが、1番柴崎、1番5番です。